大谷翔平祭と愛犬に感謝、地区 V 漢期の奥様たち個性光るコーデ、マミコさんとお揃い服も特別使用ロゴ入りブーツや服ドジャースが29日、日本時間30日敵地でロッキーズに2対1で勝利し、レギュラーシーズンを終えた。大谷翔平選手は8階に右前田を放ち、2投を成功させ54、54-59を達成した。今年2月にはマミコさんとの結婚を発表。 愛犬デコピンも支えとなった。試合後の囲み取材では、シーズンを振り返り、一人でいるよりも野球以外を考える時間が多くなったりとか、それが自分の中でいい方向に、グラウンドにいる時により野球に集中できるようになったのかなと思って、そこももちろん感謝したいですね、と話した。地区優勝を決めた本拠地での26日、シャンパンファイト後に選手たちは家族たちとフィールド上でお祝い。 大谷もマミコ夫人、愛犬デコピンと記念撮影するなど、喜びを分かち合った。そこでの選手の奥様や恋人たちのファッションにも個性が光った。マミコさんは肩と背中を露出する黒いニットにデニム。大谷と合流すると、表側に、大谷、背中に、17、が入ったデニム地の特製ジャケットを羽織った。マミコさんとおそろいと思われるジャケットを着ていたのが、グラスノーの恋人メーガンさん。 上半身裸のグラスノート抱き合って仲良く記念撮影。ラックス夫人はドッジャーズのロゴと背番号のナインが入った特製の白いウエスタンブーツに黒い革のジャケットミニスカートで、これまた上半身裸のラックスと笑顔。スミス夫人はチームロゴが入ったジャンパーに黒いパンツ。ドッジャーズのベージュのトレーナーにカーゴパンツ姿のベシア夫人は、これまた上半身裸の夫とラブラブに抱き合った。 なお、マミコさんと笑顔でハグし、記念撮影していたのは、ナックの婚約者アニサさん。ナのロゴが入ったピンクのジャンパー姿で、左手薬指に大きな指輪が光っていた。マミコさんとは3月の韓国シリーズでの奥様会の記念撮影の際に声をかけ、笑い合う姿が目撃されていた。